では早速目標の魔獣を探しましょう。ああ、急ごう。この辺りのはずだけど。討伐命令の出された魔獣とおぼしき存在は見当たりませんね。おー、あの集団は一体何を騒いでいるんでしょうか。行ってみよう。ん？なんだあんたらは。俺たちは氷協会から派遣されてきたんです。この近くに強力な魔獣が出るから討伐してくれと。おう、そうなのか。だったら一足遅かったな。ちょうど俺たちで討伐し終えたところだ。なるほど。あなた方が。私の武功がムカつく。話では魔獣はかなり強力だと聞きました。あなたたち相当腕が立つんじゃないですか。まあそれなりに自信はあると言いたいところだが、正直覚えていないんだ。まさかあなたたちもベクタの迷子なんですか。ああ、俺たちをそう呼ぶ奴らにもあったな。目覚めてからどうすればいいかわからなかったが、なぜだか魔獣を倒さねえとっていう欲求みたいのに駆られてな。そこで同じ境遇の奴らと集まってこうして戦っているのさ。生まれながらの戦士って感じだね。とはいえ、俺たちにも勝てない相手がいる。あなたたちでも？ここから少し行った場所にいる魔獣でな。本当はそっちが俺たちの本命なんだ。だがあまりの強さに敗走して仕方なく別の魔獣に挑んだんだ。その魔獣が俺たちの探していたやつだったってことですね。みたいだな。悪いな、あんたらの獲物を取っちまって。あ、いえ、構いませんよ。構わないわけない。私にとっては重要なこと。そうか、それは悪いことをしたな。お詫びと言っちゃなんだが、例の俺たちが勝てなかった魔獣の情報を渡そう。本当か。だが一つ条件がある。討伐へは俺たちも混ぜてくれ。見たところあんたらも相当強そうだ。俺たちとあんたらで協力すれば、その魔獣も倒せるだろう。どうだ？協力か。話を聞く限り、俺たちだけで倒すのも難しそうだ。ここは、協力すべきだと思うぞ。仕方ない。では、一時的な共闘だ。おお。そんじゃあ早速、魔獣のところへ案内するぜ。
いたぜ、あいつだ。すぐに私の功績へと変えてやる。よし、行くぞ。なんとか倒せたな。しゃー、みんなよくやった。彼らは一体何をしているんだ。突き上げた手のひらをぶつけ合って、おそらくハイタッチって呼ばれるものだと思う。互いの手のひらをぶつけて勝利を喜び合うんだよ。現実世界の記憶を失っても体に染み付いた行動は覚えているってことか。お嬢ちゃんも見事だったぜ。ああ、そっちもな。また共闘できるといいな。引き続き魔獣討伐を頑張ってくれ。わかった。再び会えることを楽しみにしているぜ、救世主様。なぜ私をそう呼ぶ。だってあんたは救世主だろ。さーて、引き続き魔獣討伐、それが俺たちの使命だ。行こうぜ。メディナ？ああ、どうした？魔獣を倒したこと、対策本部に報告しに行くんだろ？そうだな。行こう。待って、二人とも。ん？オートまでは距離もあるし、一度近くの村に寄って行こうよ。なんだ、ユージオ。お腹空いたのか？そうじゃなくてさ、今の戦いで薬なんかも使ったし、休憩と薬の買い出しも兼ねてってことだよ。ユージオの言う通りですね。近くの村へ寄って必要なものを揃えましょう。なあ、それと飯だな。早速向かおう。その後ウィルリアの村へ戻ると、なあ。ああ、実はな。それで、もしかして、それで、そうだ。でも、それで、だが、ありがとう。
頼む。